おはようございます。お疲れ様です。マッハスピ剛速球の方ならしでございます。お願いします。お願いします。ねえ、オリンピック始まったんじゃない？はいはい。見た？開会式は。開会式見たね。見た、やっぱ、うん、いやどうでした？めちゃくちゃ長いびっくりした俺。力入れてたな。2時間番組見るつもりで見始めましたよ。途中でやめれないじゃないですか。行ってください、4時間半番組だって。4時間半もやってた、あれ。びっくりしたよ。8時ぐらいから。あ、そうか。そうだね。3時間半か。まあ、そう。11時半までやってたんだ。3時間半だ。で、それが延長したから。あのね、11時半で終わる予定だったのが、長すぎて延長したんだよね。45分ぐらいまでやってたの。やってた、やってた、やってた。いやー、びっくりした。いいんだよ。うん。いいんだけど、もう、うん、俺ね、うん。で、順序を、うん。辿って話していいですか？いいですよ。最終的な意見だから長すぎる。はい、いろいろあった上の長すぎね。はい。まあまず8時から始まって、うん、開会式と。今開会式。まず思ったことが、うん、あれ、うん、これ誰の何の何なんだっけって思って。どういうこと？いやだっていろんな人がさ、何だったっけ？うん。なんか辞任したとかさ。はいはいはい。いろいろ言ってたじゃん。もうごちゃ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 。だから始まった時に、うんうん、あれ、うん、え、これ誰が作った何なんだっけって思って、最初。やばい。あれ、俺何だと思って見ればいいのって思って。なるほど。ね、だって、まあ、そもそもの見るスタンス、ね、元ラーメンズの小林さんが、小林さんとかさ、が、まあ一応、外れの形になんだと。とかだったら、うん、あ、なんか、そういう要素入ってんのかなとかさ。はいはい。やったってなったら、ね。なんかあるけど、うん、あれって見た瞬間に。うん。あれなんだっけこれ誰んでも、え、なんであんな、ちょっと前だもんな、でも辞任したのって。ちょっと前だ。何?2日前とかよ。え、その間に誰かが作ったの、うん、この演出を、うん、とか、うん、いろいろ思って、うん。まだ結果よくわかんないんだけど。なんだったの？あれは、一応、まあ、やめるってことになったんだけど、小林さんは全体の総括の演出みたいのやってるから、うん、各パートごとの演出の人はまたそれでいるから、ほー みたいな、なんかそこもいろいろ言われてたよ。どういうこと？じゃあ、その演出は使うのかどうかもなんかはっきり しないまま、でそう。はっきりしてなかったね。だから。使ってましたよね、明らかに。ゴリゴリ、ゴリゴリはあったじゃないですか。まあ、ネット動画でも相当話題になってたと思うけど。あ、そうなんですか。はい。だからもう完全に。なんなの？じゃあ。じゃあ、どういうか。だから、アイデアだけは、もう、しょうがないから、すいません、使わせてない。お前金払えないよって。お金はどうなってるの？過去ブラックだから金払わないよ。使うよ、でも。ってこと？わかんないよ、お金の。全然意味わかんなくてさ。ただもう、見た、ラーメンズ好きな、知ってる人なら見たらわかるけど、もう明らかに、そういう要素いっぱいあったじゃないですか。めっちゃ良かったじゃん。なんか、始まりも。向こうって。もう、てか、すごかったじゃん。うん、かっこよかったじゃん、うん。いい感じだったじゃん。いい感じだった。で、選手入場っつって、うん、やっぱ、ドラクエの音楽流れたら。そうねー。そりゃ、テンション上がるよね、そういう風に。うん、仕組まれて、あの、これはね、すり込まれてんだよね。すり込、そうそう、ブラックレコンビニってのはもうね、もうテンション上がるようにできてんだから。ぐわーって上がるようになるよね、あれは。だから何が言いたいかっていうと、途中でものすごい、悲しく、切ない、うん。もう涙流れそうになって。うん、悲しいなぁと思って。ダメじゃん。いろんな、やんない方がいいとかあるじゃん。はい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 。でも、やっぱ、めちゃくちゃいいじゃん。その。そうなんですよ。やっぱああやってさ、花火とか上がってさ、うん、開会式でさ、うん、盛り上がってさ、うん、やってたら。でも、なんでこんな気持ちで始まっちゃったんだろうと思ってさ。うん、あったはずじゃん、もっと。何うまくやれるのが。誰も別にさ。はいはい。もうちょっとあったはずじゃん。はい、お金使わなくてよかったじゃんとか、まあまずそこから始まってさ、はい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 、だからその一部のね、うん、一部というか、まあダメなね、うん、上の人のせいで、はい、なんか、まあ、誰も納得させれずに、
納得はしてないんですよ、誰も。まあ、ちょっと誰も納得してないのに。ほぼ強行みたいな感じでやることでも、あの演出を作った人とか、うん、あれに出てくる人たちとかは、ずっと練習したりとか、ね、しかも、もう、今回関わることでだけでも、若干やっぱ叩かれる要素があるわけですよ。はいはい。でも、だから本当だったらもっと、うん、もっとすごいんだよ。だって、日本の。本気で集めようとしたら、はい、はい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 、もっとすごいことできたかもしれない。もともと椎名林檎さんがやらずだったからね。うん、そういう話もあったよね。うん、椎名林檎さんの方がいいとは言わないけども、うん、でもあの人はもっと10年近く前からもうそれに向けて動いてたからね。うん、私がやるっていう、うん、ダサくなるからと、ダサい人に任せたからことでやってたんだって。へえ、それこそ本当に裏から、裏のこともやってた。私にやらせてちょうだいっていろんなとこ顔出して、ダサくなるわ。任してたら、あの、黒服で踊る男性グループとか出すでしょみたいな。どういうこと ?10 年近く。いや、ほっといたらそうなるでしょっていうことよ。いや、もうここ、最近の。想像できると。はい。それだから結構前、8年ぐらい前の話だからさ。まだそれは超人気だったじゃん。そういう黒服で踊る男性グループたち。うん、ね、そういうことを平気で使うでしょと。はい。だから私に任せてくださいと、日本の本気を見せます、本当のエンターテインメントを私にやらせてくださいってことでずっと動いてたね。うん、だから、うん、リオでジャネイロの時も最後の方一応やったんだよ。うんうんうん、覚えてる、めちゃくちゃあの変なマリオは関係ないよ。うん、安倍さんじゃなくて、じゃなくて、かっこいいやつがあったんだよ。うん、だからすごいそういうのも楽しみにしててさ、宇多田ヒカルとかとも手を組んで、うん、本気のミュージシャンを出してみたいなことをやろうとしてたみたいな。うん、なんか話脱線しましたけども、うん、まあそれも残念だなとか思って、うん、こう入場とか見ながら、そう、もっともっといろんなこともあったんだろうな。いやでもやっぱすごいよなと思ってたら、もうみんな、うん、でもめっちゃ練習してんじゃん、絶対に。もう練習はすごかったろうね。でもさ、本当に楽しめないじゃん、こんな状況だったあの人たちだって。はい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 。でもめっちゃ練習するじゃん、うん、だから友達にも言えなかったりするかもしれないよ、うん、もしかしたら誰かに、家族も、うん、家族も言えないじゃん、親がね、うん、子供だとして、うん、子供がなんかこの開会式のこれに出るんだよって本当ならめっちゃ言いたいはずなのに、今の時代、何こんな時代に開催するやつの手先だ、うん、やってんだみたいな言うバカがいるじゃない、この世って。別にそことは直結してないのにさ、うん、だからなんかそういうなんか全体というより、うん、その子供とか見つけて、うん、そいつの、うん、子供家にいっぱい出てたよ、子供見つけては、うん、子供のその、ストーリーとかを勝手に妄想してしたら、うん、ストーリー妄想するな勝手に二次創作するな親がいて、親はもうすごい言いふらしたいのに、おばあちゃんとかもめちゃくちゃ言ってたかもしれないけどな、言ってたらでも途中で言われちゃったりしたんだろうなとか分かんないよ、オリンピック側から、まあ、言わないでねってなったかもね、バラさないで、ね、分かんないけど、だからそれもさ、バラさないでもすらもう腹立つじゃん、うん、本当なら言いたいのにとか、はいはいはい、もうなんかそうしたらもうな、悲しくてね、なんかもっと素晴らしいじゃん、だってしかも、うん、なんか選手たちもニコニコしてさ、うん、楽しそうにしてんのに、なんか望まない人もいて、でもその望まないというか、うん、もっとやっぱ上手いやり方があったはずで、うん、納得させながら、うん、でもやっぱあのこのこの子にその出てる人たちを責めては絶対ダメだから、うん、それはそうです。僕はもう、うん、なんて言うんだろう、この人たちをどうやってリスペクトして長いって結論に至るんや、こうリスペクトしてもう応援するしかないよねと。はい、そう思うようになった人多いんじゃないですか、あれ開会式見ても。でもやっぱでも、うんうん、それはその人たちに向ける気持ちだから、はい、やっぱりいろいろまずい部分はいっぱいあったわけだから、はい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 、これそれまで許しちゃうと思うツボだから、無理やり回やって、これ見せたら黙るだろう、国民はバカだからと、う
思うツボですから、うん、そこまではそこはしっかり教訓として持ってね。ただもうあの練習してきた人たちとかは、はい、もう応援するしかないなってここまでもう、うん、あの思って、うん、ずーって泣いたところが、うんうん、まだあの入場の家業なの、家業赤沙汰な浜山は順番にねだったらね、うんうん、まだ家業と思って、うん、えっと思ってでこれ何カ国出んだと思って200何カ国ってなってて、そんぐらい出んじゃない、マジかよなっけーと思って、うん、確かに開会式って俺そんなちゃんと見たことなかったけど、まあまあいいや、でも日本出たら終わりだから、うん、日本出るまで待とう、でも途中いろいろ、あファイナルファンタジーのレベル上がった時の音だとか、ね、ゲームの音使ってたから、いやー楽しい最高だなーと思ってたらもう、うん、うとうとしてね、うん、あれ、うん、バッて起きたらもう、うん、破行ぐらいから、うん、やっぱ日本まで寝てて、うんうんうん、起きたらもう日本がもう終わってみんなが手振ってるところで、あーくそーと思って、ちょうど日本ここか見たかったんだよと、そうでしょ、日本待ってたでしょ、うん、だってこれで終わりなんだもん開会式、うん、日本が出てきて終われない、あー、はい、わーこれ終わった、やっぱ頑張ってもらいたい日本って思って眠りにつきたかったなーと思って、うん、全然見ないと、まあいいやと思ってこう、うんね、みんな笑顔で手振ってるとこ見ようと見てたら、なんか、うん、おっと、うん、箱を持った人が現れましたとか言って、あれ、うん、まだ何これ、うん、また最初みたいなの始まったなって思ってそうなんです、そうなんですよね、あれ俺2部みたいな始まった、俺もちょっとゲームの世界に入ったかと思っちゃった、間違って、いや、まあ、全クリした後、また一面みたいなとこから最高レベルから始めれるやつあんじゃん、うん、なんかチートみたいなの使って夢かなとか思ったんだけど、うん、やれと思って、また初めみたいな始まったなと思って、まあでも聖火台にまだ火ついてないからね、そうそうなの、俺もそこに気づいた、あ、そうかと思って、オリンピックの始まりといえばやっぱそっか聖火台だと思って、うんうんうん、そしたらまた聖火台までその箱がこう、うん、あのポーになって、はい、地球がドローンになって、うん、すっごいと思って、ドローンすごかったね、何これって、うん、最初の何だったんだろうとか思うぐらいこれさ最初からこれでいいじゃん、森山未来さん何だったんだろう森山これどけろよあのバサってなったやつとか思いながらね、あれやっぱプどけたらなんかね冷めちゃうから、俺思って、あれ、坂ちゃん思い出したんだよ。あの、ね、絶対坂巻だったらどけんな、俺も坂巻思い出した。怒られ、言われたことに、メガネとか落として。靴とかいちいち拾う。拾わないよ、あれは拾っちゃダメだよ、ね。そうそうそう。冷めちゃうわ。現実だもん、これ。そうそう。ね。あれ自体は何だったのってのはやっぱあるけど、なんか凄さはすごかったけど、ね。すごかったよ。なんか凄みは伝わったんだけど。ジャンプ力とかね。ジャンプ力。すごいな、とか。思ったんだけど。何だったんだろうってのはあるけど、ね。で、途中で、早く聖火台始まんないかなと思ったら、また聖火台始まったと思ったら、俺も思ったよ。さあ、いよいよ聖火台だって、これでついて終わりかなと思ったら、また聖火台も30分くらいやるでしょ、うん。おっそ、おっそいで。課題中か、もうドローン、ドローン。で、聖火台バーついて、ついて、ああ、これで終わりだと思ったら、そっからまたなんかさ、よく遅いんだよ、もうとにかく。変な人。あれ、聖火台ついて終わったんじゃない？聖火台ついてからなんか全く始まんなかった。なんか。どういう順番だっけ？もうわかんないけど。違うよ。まずあの、入場終わって、あの、会長の話があったでしょ。何回話。あの、バッハ、会長の。バッハその後じゃない？あれなんだっけ？入場。あのさ、知らない。まだなんか、あの、なんとか聖子さんと。橋本聖子さんね。あの、おっさんの。そうそうそう。話もあったじゃん。どっかで入れたじゃん。うん。長い！いや、俺あそこでやっぱなったよ。俺夜勤だったからさ、利用者さんでと一緒に見てたんだけどさ、うん、なんか、この前の東京オリンピックは見たんですかとか聞いたら、あ、見たよ。うん、10年ぐらい前かね。とか、うん、なんか、10年前ってことはないと思うんですけどね。うんうん、とか、なんか一緒に見ててさ、うん、その人はやっぱ、日本まだなのってずっと言ってる、うん。普段7時とか寝てんだよ。うんうん、見てんだけど、うん、一緒よ。長いから、うんまだなのとかずっと、うん、なるよ、うん、本当にもう寝たいみたいな感じになったけど日本出てきたら日本え
おばあちゃんやりだして。なんでバレーボールの応援なの？ポンチャチャチャって、ポンチャチャチャって言ってたよ。なんでバレーボール用の。あれバレーボール用の応援だよね。あれバレーボール用だなって思いながら。あれバレーボールやってたのかな。なんで袴着てないの？袴着なきゃダメでしょ。あ、確かにそうかもしれない。それはそうだね。その演出は確かにそうかも。それはやってほしかった。思いながら見てたら、うん、あのおっさんの話始まったから。そう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 。でも定かじゃないよね。とにかく話みてえのが、もう散りばめられてて、うん、そっから急にまた恥じになって、尺長かったな、あれ。あれもなんか変な、マヤミキさんも出てきたじゃん。マヤミキさんは最初、マヤミキさんは最初の方やな。そうそうそう。マヤミキさんだ。多分劇団ひとりさんのもあったじゃん。劇団ひとりさんは入場のあった。多分。でしょ？もう何なんだよと思って。何？ピクテグラムだっけ、うん、いかにもラーメンズさんっぽい演出あったじゃん。なんか、こう、ポーズをいろいろ撮るやつ。競技のポーズを撮るやつ。あったあった、あれも長かった。うん。まあまあね、あれが、あれが。だから多分、あそこからが、林さん。あそこは小林さんっぽい感じとかが。そうなんだ。でも意外にラーメンズあんま見てないんだもんな。意外とか見たことない。あ、そうなんだ。まあなんかちょっとぽいような感じが匂ったりして、そっから劇団ひとりさんの流れだったから、この辺りは小林さんの、まあまあそうなんだけど、入ってんのかなと思いつつね、ま、もっと先に見たかったな、うん、あの泣いてるぐらいの時に、うん、おっまだあるんだ、ね、わすごいすごいじゃんってなりたかったんだけど、博士じゃないけど、もう一回もう、ね、こっからの、ま、あやっちゃった、あ最後まで見よう、やっぱ90分やな、からのもう感動とかでもね、びっくりしてね、うん、俺一生終わんないんじゃないかなと思って、このまま27時間テレビだったっけ、俺そう本当に高いけど見てた、でも寝たのはそこだけやろ、入場の、もうだから後半早く、早く終われよ終われよって思いながら、終われよって言いながら見るんだよ、うん、あ終わった終わり方もなんかパツンだったよね、あれね、まあまあパツン、うん、パツンってもう延長してたからね、もうパツンっつって、いやなんだこの終わりと思って寝た長かったよね長いは長い長いはな、俺はちゃんとちゃんと見たことなかったよね、あった開会式ってフルでさ、ないんじゃないの、チラチラモハメドアリさんとかのはなんか覚えてるよ、記憶に残ってるけど、いやだってそれは他の国のやつはなかなかね、うん、なかなかフルでは見ないよね、そうそう、やっぱ以上ぐらいだよね、余計わけわかんないさ、うん、日本のやつよりさ、うん、そう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 、日本だから楽しいじゃん、あこれをやってんだ、あ漫画の吹き出しだとかさ、いろいろ人もわかるじゃん、誰かとか、わかるわかるから、長島さんとか出てきてもやっぱイギリスの長島さんみたいな人は多分わかんないからね、こっちはわかるけどさ、あそうだよね、知ってるあれ、オリンピック反対みたいな人が、うん、競技場のところにやっぱ団体でこう行ったんだって、うん、行ったんだけど、うん、花火バーン上がってドローンとかなってたら、うん、みんなバーン盛り上がって写真撮ってたんやって、その、っていう結局ね、すごいよね、だってすごかったもんな、うん、高揚しますよ気分が、あの地球マジすごかったな、あれすごい、あれ生で見たかったなって言ってたな、おばあちゃんもこれ見たかったって言ってた、すげえ起きてんじゃん、すげえ、いや最後まで仕事しろよお前、最後まで見てたよ、だってあの人寝ろって言ってたよ、もうダメだよ寝ないと見るの、いや見るよねそりゃ、うん、それ寝かすのもなかなか、ね、そう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 、そんな見せてあげたい、だって一個昔の東京オリンピックはもう選手も少なかったろうにね、国が増えすぎたこんな長くなかっただろうね、さすがに、いやそうでしょ、だってねえ3時間少なかったんじゃないマジで、いや少なかったと思うよ、半分ぐらいじゃん下手したら、いやいやもっと少ないでしょ多分、あそうなんかな、60何年とかだよね、50何カ国とかだったね、そこなんかな、わかんない、調べてみないと、っていうか俺、うん、前からバカだからよくわかんないけど、うん、国って54カ国じゃなかったっけ、全然違うわ違ったっけ、54、古今東西で言ってたら54以上出るでしょ、だって違う違う、その今じゃないよ、俺が学生の時に習ったのは180カ国やったで、俺が習ったの何歳、俺中学ぐらい、あ中学、小学生かな、分かんない、小学生ぐらいで、うん、あそうなの、そんな54の時はなかったと思う、それも戦後より前ぐらいの時代じゃない、あそうなんだ、もはや180ぐらい、180って何か記憶ある、
で、今回200何国か国でしょ。200か国。まあ、参加してない国とかもあるだろうな。いやー、国が増えすぎたな。そうだね。ちょっと国増えすぎた。はい、というわけで、オリンピック、楽しみに、見ていきましょう。ということで、お疲れ様でした。